こんばんは。こんばんは。はい、カモンマテリアン。はい、マテリアンのおさかめです。カムイの日浦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だいぶ寒くなりましたね。ああ、そうっすね。夜とかもめっちゃ寒いですね。うん。だいぶ涼しになりましたよね。そうですね。まあまあ、まだそのコロナ関係っていうか、まあ、その辺のね、その感染っていうのは、ちょっと、あんまりこう話題にならなくなっていくんですか、でもまあ気抜いたらあかんと思うので、っていうかね、なんかあの最近ニュースでコロナの数をあんまり大きな声で言わなくなったような気がするな、気のせいですか、ね、そうですよね、うん、ほんでね、その、まあ、ちょっと今朝なんですけど、はい、あの収録の今朝なんですけど、銀行行ってたんですよ、ね、でいつも ATM でできるんですけど、うん、ちょっと窓口行かなあかんかったんで、で、あの僕が行ってる銀行、まあ、とある銀行なんですけども、はい、あのまあ、多分ちょっと人数減らしてはるんですよ、はあ、なるほど、コロナ関係コロナでね、で、はい、時間がすっごいかかる、で、それ分かってたんで、まあ、ちょっと余裕見て、まあ、待ってたんですよ、まあ、僕も多分待ってはった人がバー行って、なんか結構イライラしてはるなと思って、なんやかんや、ちょっと待ってください、確認しますんで、まあ、次の人来たら、なんやかんやもう切れ出してもうぶっちぶちに切れ出して、時間ないや、いや、あのちょっと会社のあれなんで確認してるんで、いつも来とるやろって言って、もうものすげえ切れ出して、まあ、急いではるのは分かるんですけども、こっちもこっちも対応してはるしみたいなこと、まあ、ずっともう聞いたんですけど、まあその、まあ、こういう時代でね、なんかこうやっぱりちょっと余裕持った方がいいよっていうのは、ね、心に余裕ね、なんかこうすごい焦ってはるのは分かるし、はい、まあ、多分仕事が多分打ち合わせの前に会社のお金を下ろそうとしてはったと、はいはいはい、ああなるほどなるほど、で本人確認が会社に電話しないとできないみたいな感じだったと思う、はいはいはい、そんなんなってんの今、いつも来てんのに、はいはいはい、みたいな感じでもうボロッカス怒ったんですよ分かるけど、もうちょっとこう気持ちの余裕っていうのを持ちながら、なんかこの時代行きたいよねみたいな気持ちになりましたね。そうっすよね。なるほどな、うん。それまたあれですか、あのこのこれの中でやるのまた。いや、それはちょっと多分やらない、ね。やらないか。それやらないか。そうか。いやいやいや、でもね、そのね、なんですかね、心の余裕、はい、心の余裕ということで言うとですね、最近私が参加している、はい、はプロジェクト大使ですよ。あ、はいはいはい。あ、うん、もう行かれて。そうそうそう、東京でね、はい、世界平和で、国連が定めた世界平和で、9月21日に、はいはいはい、その全、まあ、東京でっていうか、まあ、全国の、はい、48の護国神社と、はいはい、長崎、広島の平和公園、はい、それから、靖国神社と、はい、にその、まあ、書道家が希望、はいはい、平和を祈る希望を、はい、世界平和を祈る希望を、するということなんですけどね、はい、で、まあ、そこに、全国の54の高校 の、はい、書道部が一緒に参加して一緒に希望をやるっていうのを、はいはいはい、まあ、やってくださって、でそれの初めてね、まあ、今年4回目なんですけど、はい、初めて、靖国神社で、はいはい、その、奉納祭事をやるということで、はい、私どもカムイエンターテインメントがですね、サポート企業として参加させていただきまして、はい、もう無理やりライブ配信させてもらったんですけどもうなんせ技術スタッフがいない、ディレクターとハモリンってまあ言うたら素人に毛の生えたやつですからこの2人でわちゃくちゃやりながら「おいおい音出てへんぞおい」とかそんなこと言いながら、はいはい、無理やりこう「よっしゃ」とかって一応やったんですけど、まあなんとか、はいはい、まあ、なんとか一応、最初から最後まで、はい、まあ、配信することができまして、今も、はい、今もね再生回数が伸び続けてるからドキドキしてるんですけど、はい、でまあ東京行ったわけですよ、うん、その21日ね、はい、でまあ、その晩は、まあまあ、軽くちょっと打ち上げというか、まあ、皆さんでね、はいはい、いろいろと打ち合わせしながら、はい、盛り上がりまして、そして、翌日帰るわけですよね、はい、で東京からやから、まあ、東京にも行きたいとこあったんですけど、まあ、時間もねそんな一日でから、うん、車ですか？そう、車なんですよ、はい、機材があったんで車で行ったんで、あ、はいはい、で帰りにちょっと横須賀に、はいはい、その坂本龍馬像のほら長崎の、はいはいはい、坂本龍馬像の建立のためのクラウドファンディングでお世話になった方が、はいはいはい、横須賀にいらっしゃったんで、
で焼き鳥屋さんされてるんです。焼き鳥龍馬にお任せっていうね、お店をされてて、はあ、いいですね。いや、いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ、本当に。で、その、まあ、斉藤さんっていう方のところに顔出しに行かな、挨拶しに行かなと思って、で横須賀行ったわけですね、はい、で横須賀でしょ、はい、菅総理ですよ、はい、ね、はい、菅総理のお膝元横須賀ですよ。でも横須賀といえばね、はい、もう僕はカレー探検隊長じゃないですか海軍カレーじゃないですか。はあはあはあ、横須賀海軍カレーですよ、はいはいはい、カレー、日本のカレー発祥と言われてる、はい、海軍カレーですよね。でその横須賀海軍カレー本舗っていうお店があるんですね、はい、その中にって言ってた、はい、あの、横須賀中央駅のすぐ近くにあるんですよ。あれ海軍カレーっていうのは、あの僕前クレー行った時に、はいはいはい、海軍カレーってあった。クレーにもあります。それでそれでクレーにもあります、はいはいはい、だからあの日本各地の軍港に必ず海軍カレーあるんですよ。ああ、はは、 それの横須賀版というか、でも横須賀が一応まあなんか俺自分らが発祥歌あるんですけど、あーはーはーはー、でその横須賀海軍カレーですわ、はいはいはい、で行ったわけですよ、はい、もうものすごい並んでて、もう行ったらもうね、あのほら予約の紙あるじゃないですか、あれもあのもうすっごい数になってて、で俺食えんのかな、これどれぐらい並ぶんやろうと思って、はい、最初諦めかけたんですけど、いやまあでも来ることめったないからやっぱね、はい、せっかく、やっぱせっかくちょっと来たんやからさ、ちょっと待ってでも食おうやと思って、はいはい、で名前入れたわけですね、はい、で名前入れて、僕ら入れて40何人なんですよ、全部町が、町が、ほう、でわ、何どれぐらいかかるかなと思って、まあ、カレーですからね、そう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 、うん、ささっとサクサクと、ね、そう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 思って待ったわけですね、うん、はい、でまあ多分すぐには来へんからちょっと街をちょっと散策しよう、はいはいはい、でぐるっと散策して30分ぐらいかけて横須賀の中央駅近辺を、はいはい、あの軽く30分ぐらいかけて散策して帰ってきたんですけど、まだ全然、はい、まだ全然、まだ全然僕らのところには遠く及ばないみたいな感じで、はいはい、でまあまあまあ、でもそれでもなんとか、はい、1時間15分ぐらいかな、待ってやっと名前が呼ばれまして、はい、上がっていったわけですよね、はい、で1時間15分待たされたんですよ、はい、ね、であの僕らは1時半過ぎにもうそこ入ってたから、お昼ご飯、ね、そうなんですよ、もう3時近いんですよ、はい、3時近いんですよ、でもうお腹減ってるじゃないですか、はい、しかも朝がね、まあ朝は美味しかったんですけど、はい、あのラーメンお茶漬けセットっていう、朝からいやでも、ね、これねさらっと食べる、うん、すごいあのアパの、ね、朝食メニューで、これまた別の時に言います、はいはいはい、あのめっちゃ美味しかったんで、はい、で、それは置いといて、はい、でもねそんな量ないんですよ、あ少なかった、ね、そうそう、で、うん、まあ、もうちょっともうがっつり食いたいなと思って、でまあちょっと大盛りにしようかなって最初思ってたんですけど、はいはい、パッて見たらなんかあのすごいごっつい森みたいなのがあるよって書いてあって、あ、はい、これいいよって、で、あ、すいませんじゃあこれお願いしますって言ったら、はい、店員さんが、あ、すいませんこれはあの 3,4 人前あるんですけどもよろしいでしょうかって言われて、微妙ですね、で、あ、3,4 人前なんやって、俺でもいつもなんか普通に2人前ぐらい食うたり、うん、3倍食うたりとかもするから、はい、まあ、3,4 人前でいけるやろと思って、あ、いいっすよって言って軽く食うんですねだからハモリは普通、ハモリであの僕と一緒に行ってた、はいはい、あの高橋君は普通のカレーを頼んでるんですけど、はい、あのそれすぐ来たんですよ、で僕のいつまで経ても来えへんから、はい、いつなんねやろうと思ったら急に店内がヒューッと暗くなって、はいはいはい、え、暗かったでと思ったら、チャンチャンチャンチャラチャン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 って言いながら、はい、あの軍艦マーチが鳴り出して、えって思ったら、あのその何、店員さんの入り口のところにあのスポットがパン当たってでそのカレーが運ばれてくるんですよで嘘やん、これ公開処刑っすかと、いや勘弁してくださいよってそんな大声出さんでもええのに、うん、関西人ってそういう時に思わずねリアクションしちゃうんですよね、ってこそっと食べさせてとかって言いながらあの運ばれてきて、でドーンと置かれたんですよ、これがね見た瞬間にね、いや目が点というか目が皿というか、あの分かります、あのねこんなでかいの皿が、いやマジでマジで、あの僕の顔の4倍ぐらいあるんですさっきの写真見たでしょ、もっとでかいんじゃない、いやもうマジでかい、4倍どころかマジでかいんですよ、でしかもね、あのカツが多分3人前でドンドンドンって乗っかっててでご飯がねもうほんまにグワーって、しかもこれが柔らかめのやつでそれをグーってこう固めてあるんですよね、かたどってあるんです、いやもうあの土手が崩れへんようにしてあるんですよね、いややめてって感じでカレーはかかってんねんけど追いガレーがまだ置いてあるってね、ああ足りないから、そう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 
だから危うく足りなくなりそうやったんですけど、マジで、はいはいはい、おうソースかけてごまかしたっていういやもうそれを食うのが大変で、でさすがの僕も3人前ぐらいまでは多分ね結構普通に食うたんですよ、はいはい、半分ぐらい半分ちょい超えるぐらいまでは普通に食べたんですよね、はいはい、うわこれさすがにあと3 5分の2はやばいかなみたいな、はいはいはい、思いながらいやでも食わなと思って食っていって、ついに、スプーンが止まったのが、おそらく4人前いやいや5人前分ぐらい食った頃、もうあともうちょっとぐらいちょっとだけなんですよ、であのカツとご飯がちょっと残って、もうここでうーってなって、はい、で水お願いしますで水2杯ぐらい飲んで、はい、で流し込んでよっしゃっつって、でご飯まず食ってで最後の3つでクーって睨みながらもう一回水頼んで水飲んで、で最後にカツ3つ食べて完食したわけですよ。で完食したんですけど、はい、いやだってほらこんな量のカレーでしょ俺の体の中に入るっておかしいやん、もう体パンチクリーンなんですよ、動かれへんし、はいはい、動いたら気分悪いし、もうカツ出そうやしみたいな、うん、いやこれどうしたらいいんやろ、で俺も多分あのハモリあの高橋くんね、高橋くんには悪いけど、はい、あの帰りの車のこと俺吐くなと思ってたんですねやばいなと思って、もうこの辺ぐらいまで、いやそうそうそう本当に本当に本当にやばーと、ね、で一応トイレ行ってちょっとでも出そうと思って、はい、でちょっとでも開けとこうと思って出しに行ったんですけど、そんな出えへんし、うん、でこれ困るのがね、もう言い張ってるでしょ、吹かれへんねん、おー前かがまれへん、前に行けない、そうそれを押してうわーってこうやると吐きそうなのみたいな、もうその二重苦というか全門の虎肛門のなったらみたいな、そんな感じでもう苦しみながら一応吹いて出たんですけど、でまあその後に焼き鳥龍馬の斉藤さんとこ行って、はいはい、で、おーってどうぞどうぞって椅子進められるんだ、すいません、あの実は海軍カレーの大盛りちょっと食ってきて無理なんで今日はこれで失礼しますっていう、もう本当に斉藤さんすいませんでした、あの今度はちゃんと焼き鳥食べに行きますんで、もうあんな失礼なことないなと思うんですけど、いやもう本当にね、あの帰りの車の中でなんとか復活はしたんですけど、はいはい、いやちょっとね本当ね、あのお店の人にも一応言ったんですけどね、あの 3,4 人前って嘘やろって、これ 5,6 人前って言わないといけないですよって言って、かあの写真にマッチ箱かなんか置いといてもらえませんって言って、分かりやすい、あのね写真だけやったらね分かれへんのよ、あな、そう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 、比較するものがないから、そのなんかカレー入れとか言うてもそんなはっきり分かんないじゃないですか、大きい小さい、あれはちょっとねであのはっきりと 5,6 人前ですとかって書いといてくれたら、まあでそう挑戦するやつも減るかもしれへんし、あれやし、それちなみに、うん、いくらなんですか、あそれね、2320円です、なんと安いでしょいやだから俺行ったんですよ安いっす、ね、ほんでね俺腹立つのがね、俺がね半分ちょっと食ったぐらいのところでね、はい、またチャンチャンって鳴り出したから挑戦するやつおんねやと思って振ってみたら、あの学生4人組が1人を普通に食べてるんですけど、はい、3人で分けて食ってお前らそのシェアとかってありやったんやって、俺1人で食わなあかんと思ったから、あのだってほら店員さんのさ、はい、3、4人前ですけど大丈夫ですかとかって圧もあったから俺一人で食わなあかんと思って頑張って食ったの、まあ、それを、まあ、昔ねあるところでね、うん、あのこれ食べたら、ああ、はいはいはい、あったあれは一人やと思います、そうそうそう、お金払ってるから別にいいってことですね、そう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 、それは言うて言ってよとか普通シェアされますけど、そう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 、もう松重さんの言ってよって感じいやいやいや、ほんでね、これがね実はね後日談があるんですよ、はい、後日談があるんですよ、でまあそれが2日前の話ですよ、はい、この収録の2日前の話、はい、ね、で、帰ってきました、で、もう翌朝になったらすっげえ便が出るのかなと思ってたわけですよ、はい、普通やったんですよ、そんなでもなかった、はい、あれと思って、いやあんだけ食うたのにえもう身になったのって、俺そんな体重増えたんかなと思ってちょっとドキドキしてたんですよね、で1日経ってもそんなに出る様子がない、おかしいなと思って、でまあでも体調は普通やし、まあ、別にこの張ってたりする、そうそう全然まあまあまあちょっとね、あのいつもよりはちょっと穴の位置があれかなとか思ってたんですよね、で、まああんだけ食うたからしょうがないかなって、もうちょっとしばらくせへんかったら減れへんかなとか思ってたんですよね、
で、今日がまあまああの後でまた詳しく話しますけど、あの尼崎に用事があって、うん、朝から尼崎に行ってたんですね。で尼崎の、 あの、阪神尼崎の駅で、はい、ちょっとその用事の前に、トイレ行っといた方がいいなと思って、はい、で行ったわけですよ。そしたら便器の中に海軍カレー丸一日かかりました。丸一日かかる。あのね、普通便ってね、26時間かかるんですって。うーん、あの、はいはい、口に入れてから26時間後に出るんですって。はいはい、だから順番で言うと、まあちょっと時間かかったけど、うん、あのまあ量が量やったから、多分あの消化するのにものすごい時間がかかって、押し出すまですごい時間がかかったらしいんですけど、どうやらちゃんと出されたみたいです。ものごつい量や。そこに現れました。現れました、現れました。皆さん安心してください。ちゃんと流れました。なるほど。はい、はい、はい。2日持ちました、ね。2日持ちましたね。はい、はい、まあとりあえず、今日のメイントークはこんな感じなんですけど。これ後から出てくるやつ嫌やろうね。後から出てくるやつ嫌やろうね。もうこのネタ引きずるよなこれな、多分な。うん、はい。かでもそれでも一回見てみたい、うん、食べてみたい。ああ、まあまああのシェアしてね、シェアしてね、シェアして。いやー皆さんでもね、あの横浜じゃない、横須賀横須賀中央駅から歩いて5分くらいかなのところにあるんですけど、あのなんかね、三浦半島、あそこ三浦半島じゃないですか、はい、あの横須賀、はい、三浦半島全域のなんかアンテナショップみたいなのがあって、そこの2階にあるんですよ。ラウミってもう三浦を反対にした名前なんですけど、なるほど、ラウミの2階に、横須賀海軍カレー本舗っていうのがあって、まああの、うん、休みの日に行くとものすごい並んでますから。すごいですね、うん、そんな人気店って。いやほんで一応聞いたんですけど、こんなん挑戦するやついるんですかって聞いたら、あ結構いらっしゃいますよ、今日何人目ぐらい、お客さんで3人目ぐらいですって言われました。それみんなシェアしてる可能性はあるんで。ありますあります、知っててね。俺は知らんかったからって言ったけど、ほんとにね、もう勘弁してちゃんと言ってほんと。それそこだけなんですかね、他の海軍カレーとかでもそんなの。いやどうやらそこだけじゃないですかね多分ね。面白いですね、軍艦マーチがかかる、ね、軍艦マーチはびっくりしましたね。うん、なんかろうそく立てたらびっくりしたけど、いやそれはなかったんで普通に、あのでもスポットライト当たりながら出てきましたね。その演出がすごいです、ね、あの演出はなかなか凝ってましたね、うん、2320円でした。おお、安い、安い、2320円。確かにね、費用対効果で言うとかなり、うん、あのリーズナブルだと思います。そうですね、はい、コスパいいですね、はい、コスパはかなりですね、はい、3人か4人でシェアするのがいいと思います。ということで、はい、今日もカレー探検隊長の、はい、報告でした、はい、お疲れ様でした。横須賀遠征報告会でした。はい、ということで、では、行きましょう。はい、あゆさん。これ入りにくいで、これ。はい、入りにくい。ほんまや、ほんまや。ほんまや、ほんまや。今週はカレーが食べたくないですね。なんちゅうこと言うねん、その、カレーに失礼やろ、それ。いや、カレーに逆に失礼ですよ。そうかな。はい。はい、ゲストからのお知らせが入りました。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。マサオの LINE スタンプがいよいよ完成しました。おお、すごい、はい、完成しましたので、ぜひぜひよろしくお願いします。顔、はい、うん、はい、クリエイタースタンプ。で、みんなで踊ろうマイウェイダンスと調べてもらったら、うん、クリエイターの方のスタンプのところにありますので。うんうん、おお、すげえ、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、頑張ってください。はい。はい、で、10月からのイベントが、はい、どんどん決まってきておりまして、はい、10月10日にいつか見た映画の会をやります。また、はい、10月10日、はい、俺の結婚記念日、おめでとうございます。じゃあ奥様と一緒に行ってください。はいはいはい、お時間が17時からとなっておりまして、また内容の方がまた、ホームページでお知らせします。はい、で夕方5時ですね。はい、はい、でチームラッシュなんかやろうよは各週で、やっておりまして、10月は12日と26日がチームラッシュで、なんかやろうよ大人の放課後は13日と27日になっております。で今回ですね、福岡インディ
ディペンデンス映画祭、インディペンデント映画祭に出展されて、長編部門の最優秀賞を取った、はい、A 点ですの上映会を、はい、はい、A 点です、インディペンデント映画祭で取ったの、うん、おー、すげー、長編部門の最優秀賞です、すごい、取ったんで、で、今回、10月16、17と、こちらで上映会をしようと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。 お時間の方が、16日が19時の、19時です1回ですね、はい、金曜日なので、はい、で17日の土曜日は13時と15時と17時の3回です、ね、全部で4回上映しますので、うん、ぜひぜひお越しください、はい、でその次の日の18日日曜日が演劇派カラーズの、舞台演劇の上映会となっております。あ、上映会、はい、はい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 、前回やったミラージュとフ、うん、とフ、うん、はい、はいはいはい、上映いたしますので、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、お時間が13時が、ミラージュ、はい、15時がフー、17時がミラージュとなっております。おー、ミラージュ、はい、ミラージュに書いてくださいと、はい、僕もスタッフで入ったんです、スタッフも。あ、そうですよね、はい、はい、で、鑑賞料が800円となっておりまして、はい、800円プラスドリンクのオーダー制となっております、うん、2コマ見てもらったら1500円、うん、で3コマで2000円と、ちょっと格安にはなっているので、うん、ぜひぜひお越しください。これなんかあれですか、劇団員とか の俳優さんは来たりとかするんですか。いや、それ今回はない。あ、今回はない、はい、あ、なるほど、はい、なるほど、了解です、はい、はい、で、でも、金額いってない。あ、映画の金額は、俳優はい、A 点ですが、800円プラスドリンクで出せてもらっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、11月からもね、その映画の上映会とか、うん、舞台の演劇の上映会とかも、はい、11月もどんどんしていこうと思っておりますので、ぜひぜひご参加ください。はい。はい、終わりです。あ、終わりか。終わりか。はい。はい、じゃあ、はい、カレー食べてください。今日はカレーはいいです。横須賀海軍カレー食べようよ。いや、途中まで食べたかったんです。はい、はい、じゃあ高橋さん、はい、はい、こんばんは。カレーを食べてきました、シネマコミケーター高橋宏樹です。そうです、シネマトゥーユーのコーナーでございます。両方とも忘れずに言いました。なんか最近ね、どっちか合わせたりそうですね、はいはいはい、今日はですね、はい、こっちからですね、はい、どっかやってしまいました。どこ行った、これでええか、最近撮ったのやなと思いながら、あ、ありました、ありました、はい、はい、芦田愛菜ちゃん、はい、6年ぶりの主役、主演、主演です、主演です、はい、星の子ですね、はい、あ、ありましたね、はい、はい、ちょっとこれ買ってみます、はい、これはですね、来週10月9日金曜日から全国ロードショーなんですけども、監督が大森達史監督ね、北川景子とか瀬戸内さん、ね、これ一日これこうじとか春のバカを作った方ですね。これはですね、子供の頃に、まあ、演じる千尋ちゃんが病気になって、で、両親、長瀬正俊さんと原田さんの両親がある宗教の水を使うわけですね。それでその病気が治ったということで、ずっと水を信用して、育っていくわけですけども、中学生になった時にですね、うちの家族ってちょっと変っていうような感じを思い出したりとかして、で、まあ、恋心を描いてる、抱いてる先生とかに出るんですね。で、そんないろんな事件があってちょっと成長するという話でございます、はいはいはい、ちょっと我々変わった作品ですね、はいはいはい。まあ、でもね、話題というか、はい、話題としては芦田愛菜ちゃんが6年ぶりに、うん、主演で映画を、はい、あれ以来、円卓以来ですかね、円卓、そう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 ですね、なので今ね、子供やったらね、今度はね、そうですね、はい、でもまあ、なんですね、これからですかね、ちょっと今、中途半端な時期かなと思ってね、うんうん、抑え気味な演技で、うん、あんま完全に大人になりきれない演技なんで難しいかなと思いますけども、ただこの映画は残念だと思います。原田旦那さんがね、こんな役するかってね、ファンにとってはちょっとショックでございました。はい、じゃあ見ていただいたらいいんですけどね。おー、そうなんやっぱりね、永遠のやっぱり時をかける少女ですからね。あ、そうですね、はい、時をかける少女はちょっと頭の上にタオル乗せたりとか、ジャージ姿はちょっとやめてほしいですかね。そういう残念なことがありますけども、監督がね、長崎行ってますんで、やっぱり、はい、原田旦那さんの中から、はい、愛情物語を、はい、おすすめしたいと思います。はい、これシナリオとまたストーリーですね。はい、結構これ神戸とか映るんですよね。うん、
自分に、トゥースーズ送ってくれてる、はい、お父さんが、はい、長崎にいるんじゃないかっていうので行く人にですね、はい、その時に恋心の渡瀬君と言ってですね、恋心を抱いた方と一緒に向かっていくという話ですね。芦名浩二さんは一応元にしてますけども、うん、完全に角川春樹監督のオリジナルですね。もともとなんかね、大林信彦さんにただそれを使って3本単語が見たんですけども、角川春樹さんが気に入って、で、しかも大林信彦監督も忙しくなって、で、できないということで、愛情の方に角川春樹監督がしたという記述があります。往年のね、糸に出てました。倍賞を見つけたね、はいはいはい、この時お母さんのね、井戸ではおばあちゃんになってしまう、ね、それも残念ですね、もうね、だからやっぱりこの愛情物語で育った私にとっては、うん、今年公開の映画は非常になんか残念かなと思います。なるほど、はい、いやいやいや、愛情物語ね、うん、そうですよね、できたね、長崎ね、行ってきはったんでね、坂のところでね、はい、ね、そう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 、お父さんって呼んでもいいですかっていうのがありますけど、はい、見てればご覧ください、は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 い、ということで、あれなんですよね、このまま行きますかね、このまま行きますかね、そうですね、はい、このまま行きますかね、はい、このままエンディング今日はちょっと行きたいと思うんですけども、はい、で今日が、配信日がね、はい、10月の2日の金曜日ということなんですけども、はい、なんと、10月の4日、はい、日曜日ですね、はい、20時半、はい、ね、夜の8時ですね、はい、8時半から、FM 尼崎、はい、まあ、FM II ですね、はい、の方でなんと、はい、シネマコミュニケーター高橋博之のデートなシナオカンだよというのが始まります。新番組です、新番組です。今ねシネマ館っていうのをやらさせてもらってるんですけども、はいはい、それの夜バージョンなんでレートショーのレートをつけます、はいはいはい、ということで、はい、今日実はなんと行ってきたんですね、はい、収録1本目の収録をやってきました、はい、そのお手伝いに日浦監督が、はい、なんとですね、私がですね、はい、音響を担当しているというとんでもないことになりまして、しかも音響なんかやったことないのに、無理やりやってしまったがために、だいぶ不細工なことをやっております。皆さんごめんなさい、はい、1回目2回目はね、はい、はい、ちょっと2回目分ぐらいまではちょっと私がだいぶ無茶をやっているので、はい、なんかあれと思ったら大体僕のせいだと思ってください。構成はね、急出し悪かったやなこいつっていう感じで思っていただければ、構成もね、はい、私の考えの構成もね、いやいやいや、悪かったね、全然全然、ちょっと放送作家にね助言いただきまして、そうそうそう、だから3回目からだいぶ整うと思うんですけど2回目まではですね、皆さんちょっと我慢して聞いていただければと思うんですけど、はい、はい、はい、まあ、でもね、尼崎といえば、うん、なんて言ったらいいんですかね、大阪の隣、大阪市の隣で、電話番号もね、市外局番が06なんですよ、うん、だから大阪の人間からしたらもうほぼ大阪やんぐらいの感じなんですけど、うん、でも、尼崎の人にしたら私たち兵庫県民っていう意識も結構あったりとかするじゃないですか、でここも微妙な場所なんですよね、はい、ですけど行くとね、すごいいい街なんですよ、本当にね、すごく街並みも綺麗やったりとかいろいろあって、うん、今つにね、うん、文化カレーでしょ、うん、大阪で処理をしてください、ね、文化カレーあ、軍艦カレーよね、はい、阪神尼崎駅の、持ってこないでください、はい、駅のトイレに軍艦カレーを置いてきました大阪にね、と思いましたけど、はい、いや、あれは横須賀のもんですからね、そうですね、横須賀持って帰ってくださいはい、はい、という感じですね、はい、はい、ということで皆さん、よろしくお願いします。毎週なんですか、毎週、毎週です、そうですね、毎週日曜日の、20時30分から、はい、FM 尼崎 FM アイアイに、はい、まあ、合わせていただければ、はい、この、高橋さんの声が聞こえてくるんです。何分でしょう、30分後、はい、フリートークと、ちょっとした曲と、映画関係者のインタビューを流して、そして新作を紹介して、はい、映画音楽も聴いていただく、なかなか、ね、盛りだくさんなんですよ、ね、ちょっと詰めすぎましたねいやでも楽しい番組なんで、ぜひ、はい、皆さん聴いていただければと思います、はい、この配信ところもね、そうですね、両方でよろしくお願いします、どうぞよろしくお願いします、はい、という感じでございます、はい、はい、ではまた次回よろしくお願いします、どうもありがとうございました、はい、はい。